前様は俺の妻の俺に友人するのを見殺しになさる。俺の妻の産んだ淡津子は罪人の子としてどこかに連れていた。俺らは獣の餌食にくれたのだろう。かわいそうな妻に哀れな息子よ。ずっと昔まだ少女だった頃、主人公は母親になるぞ。俺にはそんなことだから何でもない。だが名が伝わらない。評価をつけるようになる。豪所から松平で俺に出ては消える。雨の下の男を逆らって叩いて冗談半分。俺はこの世に影も形も残さない草の葉になるのは嫌だ。夜が明ければどうあっても不祥事だ。恵みのないお母様、お前様におすがりするにも、そのお前様すらもう置いて出ないと思うかもしれない。草子は寝起きたよ。私の世界が知りたい。我慢が君にやる。世の中の様子が見たい。君も試しておらんよ。奇跡のようによく聞くから。君の耳が聞こえる。それなのに目が見える。どの花この耳すら世間の棒を聞き分けたくなっている。そう、闇の中にばかりつぶっていた俺の目をもう一度クワッと見開いて、うつしおのありのままを見せて、お答えと思いを殺すよ。モグラの目など俺に貸しておれ。夫はもう息をかえ。たくさんの天使が声を電話させてごめん。一人ごとさらさらの声を彼女の犬の場合を一人も分かり引き抜けていく。牛に正式の頂上に達したうつしおはその古いだ。それが過ぎるとともに違和感に。空を行こうとして、そういう育った4年前に行く。まず、この春を通して。ついで、遥かな谷の流れのよう、しらじらと見えます。さらに遠方から。大和国中のいずこからか起こる、一番鳥が作るとき。暁が来たのである。里里の男は今、女の家の寝宿からひそひそと帰ってきた。月は早く傾いたけれど、光は深夜の夜だ。午前2時の朝の来る生活に、村人も宮人も忙しいのだろうが、起き上がる。安静に見たものが深みに出て、顔つかまるそれは何だか。お前も俺の女の泣き声だったっけ。
ぱい汁が出てきた。開いてみた妙な殴り書きがしてない。